和田ゆかりです。大谷先輩、これもらってください。え、オレンジ？今日4月14日はオレンジデーなんです。オレンジデー、へえ、そんなのあるんだ。オレンジかオレンジ色のものをあげて、これからも仲良くしてくださいって大切な人に渡す日らしいんです。え、それってそれじゃあ、あー、ちょっと参ったな。見ちゃった。うわ、先生、モテモテね、大谷くん。そんなんじゃないっすよ、あいつ部活の後輩なんで。鈍感な男は嫌われるわよ。じゃあねって言われても。いぶいやつじゃの。それでもわしの孫か。げ、ばあちゃん。何の日シアターはウェブで好評配信中です。ただいま CHK 話し方講座では受講生を募集しています。滑舌や声の大きさは生まれつきでもう治らないと思っていませんか？実は口と舌の動かし方や呼吸法を改善するだけで綺麗な発声に変わるのです。 CHK 話し方講座では一人一人丁寧に指導いたします。あなたも受講してみませんか？お申し込みお問い合わせはオフィス CHK まで。突然ですが、ここで問題です。ここオフィス CHK の CHK にはそれぞれ意味があるのよ。 C はクリエイティブ、 H はハート。では K の意味は？カインドネスである。丸か×か。